どうもー、はい、どうもー、ニッコリスイングです。お願いします。お願いします。いや、僕ね、今年28歳になったんですけど、なりましたね、あなたね。この年になるとね、自分でも大人になったなーって実感するね。あ、そう、うん、28にもなると実感する。うん、どういう時に実感するの？あ、やっぱね、はい、欲しいものとかが変わってくる。あ、欲しいものな。そうそうそう。例えば何？例えば、腕時計、はいはい、あと財布、はい、あとカバンとか欲しいね。まあ、大人っぽいね、確かにね。今度ね、これまとめて全部一緒に買おうかなーと思って。いや、大人大丈夫だ。うん、そんなお金ないでしょ。バカかお前。バカ。いや、俺は芸人だろ。芸人だよ。芸人だったら、うん、借金すればいいんだよ。考え甘いな、おい。いや、考え甘いよ、お前。芸人、借金、当たり前。いや、クズまっしぐらだな、おい。お前、クズ、おい。お前、クズ。お前、クズ、おい。ちょ、待て、おい。いや、そんな考え甘いやつ、いや、全然大人じゃないから。そうかな。そうだから、お前、大人じゃないぜ。でもね、でもね、マナーの悪い人に、ちゃんとビシッと注意できるから。あ、それが大人な行動よ、お前。少年、お、優先席で携帯電話の通話をしない。お、いいね、いいね。ちょ、出る。電車内で化粧しない。みんなが迷惑してるよ。いや、いい大人の行動よ、これは。ちょっとそこで大きい声で話してる。おばさん、おばちゃんが一番厄介だからね。アバタン、一緒に雷起こし食べよう。やばい、やばいよ、おい。硬いのダメ。やばい、やばい。なんでババアなんかうまいんだよ。だってね、ババアって大好きだからね。きちい、おい。いや、きちい、きちい。いや、ちょっと待って、音変態、おい。だまー。いや、待ってくんなよ、おい。ちょっと待ってくれよ、おい。一人ね、好きなだけ、人だけ甘いの全然大人じゃないけど。そうかな。いや、そうだから、お前全然大人じゃない。でもね、もう味覚が大人、味覚が、まあ、年取るとね、味覚が変わるって言います。そう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 。銀杏とか最高の美味しい。渋いな、うん、あとは、ね、日本酒。あ、日本酒ね、それ美味しく感じると確か大人だわ。あとはね、話せる。いや、噛むと甘い。高いティッシュは噛むと甘いんです。グリセリンって甘み成分が含まれてるから甘いらしいですよ。まなしりー。あ、あなす。ちゃかちゃか、おい。ちゃかましたわ、お前は。ティッシュ食ってんじゃねえよ、この疑似返事。どうもー。出てくんなって、おい。また出てくんなバカ。出てくんなって、おい。出てくんなよ、おい。さっきからさ、何叩いてる。いや、そりゃそうだろ、こんなやつ。いや、俺さ、休日でジム通ってるから。趣味大人だな、おい。それでもやる。いや、いいよ、やってやるよ、お前。やってやるよ。あれか。あったー。どうした。かたつった、かたつった。ストレッチ忘れた、ストレッチ。いや、爪甘、おい。ぜ、大丈夫。肩大丈夫。肩やばいな、おい。うちの相方、肩やばいよ、おい。いや、ボロいな。いや、ボロいでじゃないんだよ、おい。ちょっと待てよ、お前は。やり返すなよ、おい。はっ。いや、なんだこれ、お前、プリント。それも甘い。いや、お前、こんな甘いやつ、全然大人じゃないよ。いや、でもね、こんな自分が大好きなんだよ。自分に甘いな。いや、どうしよう。どうも、どうも。